中高の定期テストの対策を教えますっていうことなんですけど、これ保護者の方が結構見てらっしゃるんで、中学生の子、高校生の子あんまり見てないと思うんで、保護者の方向けと軽く学生向けに話をすると、基本的には中学校の定期テスト対策っていうのは3週間ぐらい前からやるんですよ。なんで3週間前ぐらいからやるかっていうと、2週間ぐらい前でギリギリなんですよね。だから余裕を持たせて3週間前っていうだけの話です。1週間前ではもう詰め込みしか無理なんでやめてください。伸びません、そんなんじゃ。漢字で伸びるか伸びないかぐらいのレベルだと思います。もちろん復習の頻度を上げたいとかするんであればあれなんですけど、ワーク全くやってない子が1週間詰め込んで成績伸びるわけないでしょ、はい、っていうことです。なので基本的にはあんまり伸びないっていう形ですかね。定期テスト対策に関しては教科書ワーク、これをしっかりとやることが大事ですね。特にワークを 2,3 週ぐらいやるっていうのが大事です。よくあるのが、私ワークやってんのに点数伸びないっていう子多かったりとかするんですけど、なんでかって言ったらできないものをできないままにしてるからです。分かんない問題とかをそのままにしてるからです。そんなことないよ、答え見たいとかしっかりと理解してるよっていう子いるんですけど、もう一つ言うと、点数を上げるためには理解をしてるだけじゃダメなんですよ。正確性っていうものとスピードっていうものが必要になってくるんですよ。いわゆるケアレスミスもその一つですね。誰しもがケアレスミスをしなければ100点取れるっていうようなテストがあっても、絶対みんな100点取れるわけじゃないでしょ。それは何だかって言ったらスピード、時間が関係してくるんで、あとは正確性。じゃあスピードっていうのはどれぐらいかって言ったら、1問1分とか3分とか5分っていう、大体そういった区切りがあったりとかするんですよ、数学に関してだったりとか。だけどそれを意識せずに、例えば3分で解けるのを10分で解いてたら、最後までテスト終わらんでしょ。よくあるじゃないですか、最後までテスト行かなかった、時間が足らなかったっていう子。それはね、その言葉に込めてるのは、裏の意味は、私は演習不足でスピードの勉強をしてきませんでしたっていうことなんですよ。あなたはスピードの勉強してない、時間を計らず勉強してた、ちゃんと時間を計って勉強してこいよっていう裏返しです。そこら辺をね、しっかりと理解せずに言い訳言ったりごまかしたりとかぐちぐち言ったりとかするのは、人のせいにすんなと、お前が悪いんだという話ですね。だそういったものをしっかりやらなきゃダメです。だからワークとかを理解した、できるようになったと思ってても点が取れなかったりとかするのは、実は演習不足でスピードが遅いとか正確性が足りないとか、そういった話ですね、はい、でもそこを理解できるかどうかっていうのは、中学生だとかなり難しいですね。親がいくら言っても難しいですよ。だけどそれを理解させなきゃいけないっていうのは、実際のところ受験も定期テストも大事なところですね。基本的にはワークとか教科書とかっていうのを対策取ればいいと思います。本当に点数を伸ばしたいんであれば、学校のテストの分析っていうのをするといいですね。僕らの塾では結構するんですけど、どっから出てるのか、問題がどういった傾向なのか、どういったレベルなのか、実力問題出てるのか、そういったものをしっかりと見ます。それを見て対策っていうのを考えて指導してたりとかしますね。だから学校によって全然違うんですよ。何年中学校でやってる教材も違えば、やってる進度も違うし、なので指導も全然違います。よく集団塾とかっていうのを否定するわけではないんですけど、集団塾っていうのはさっきも言ってたんですけど、自分に合わせてくれるなんてのはありえないわけですよ。自分から合わせに行かなきゃいけないんですよ。自分に合うような形で勉強だったり指導だったりとか教材だったりとか。だからそれができない子っていうのは集団塾向かないです。自分でやってください。もしくは個別とかでそういった導いてくれる先生をつけるしかないです、うん、だけど個別に行っても週1回週2回ぐらいでやっても、どうしても演習量は減るし、教科も偏るし、成績が伸びない、受験に間に合わないっていうこともなりかねないんで、最終的にはやっぱり自分にかかってる、ご家庭の勉強にかかってるって感じになりますね。基本的にはワークをやってくださいっていうのが中学生で、教科書とかは背景を覚えたりとかでね、完璧っていう感覚がどうしても受験には必要なんですよね。ある程度でいいっていう考え方になると、どうしても受験って伸び悩んでしまうんで、今の時期にしっかりと完璧にするっていう感覚を身につけるっていうのが大事です。これ小学生の時から身につけておくとかなり楽ですね。あなたしっかりやりなさい、ちゃんとやりなさいって言っても、親がね、ちゃんとっていう言葉は子供たちにとっては 30% なんですよ。僕らにとっては 80%、90% なんですよ。全然感覚違うんですよね。その感覚をしっかりとすり合わせておくっていうのは、小学校のうちにやっておくといいです。